あとは SR1 か、そう、うっそ。はい、こんにちは。いつも動画をご覧になってくれてありがとうございます。青と申します。今からスマホアプリアズールレーン、略してアズレンの実況を始めていきたいと思います。今回ですが、復刻イベント新旧をつく成果が始まっていますが、と同時に復刻ガチャが来ていますので、そちらの方を全キャラコンプ目指して引いていきたいと思います。ピックアップされている感染の陣営はアイリスとビシアで、復刻に伴って SSR ル・テリブル、 SR マイデ・プレゼが新たに追加されています。これから引いていくわけなんですけど、その前に一つ謝らないといけないことがあります。はい、ドンと。そうなんです、動画外でデイリー任務のためにガチャを引いたら SSR ル・テリブル出ちゃいましたね。まさかの単発という、さすがに言葉を失いましたね。ほんとすいません。そのためジャンヌ・ダルクを抜かした残り4巻が出るまで引いていきますので、よろしくお願いいたします。排出確率は SR が各 2.5%、 SSR が各 2.0% となっています。いつもと同じでガチャは5連ずつ引いていきます。それでは引いていきましょう。いきます。さあ、最初はどうでしょうね。では一気に高速建造台で見ていきましょう。はい、では行きます。はい、1巻目はオクラホマさん、2巻目はノーザンプトンさん、またオクラホマさんで、キヌガサさんで、フィニッシュペンシルベニアさんと。はい、まあね、デイリー任務でね、 SSR ルテリブル出ちゃってるぐらいだから、さすがに引きは反動が来るとは思っていますが、それでもね、やっぱり早くは出てほしいんですね。前回が結構な爆死だったので、さすがにちょっと早めに出てほしいなっていう気持ちはありますね。はい、1巻目カリフォルニアさん、お、2巻目アルチェリーさん、ありがとう、嬉しい、おー、嬉しい、嬉しい。あと1巻ですね、リシュリオさんで SSR は揃います。ただ SR もいるからね、こう SR の缶でこう沼る可能性もあるので、かなり怖いですね。 SR 缶も 2.5% でね、実は SSR とそんなに変わらないというところがありますので、まあちょっとね、まあ見ていきましょう。変なこと言っててもね、仕方ないのでね。はい、ではロックして続き見ていきましょう。ネバダさんで、お、マイレプレゼさん出た、ありがとうございます。はい、 SR が1巻出ましたね、ありがとうございます。はい、あとは SR1 巻、そう、うっそ、リシュリューさん出ちゃった、うおー、やばい、引きしてる。え、2回目のこの10連目神引きじゃないですか。え、てか超神引きしてない、やばい、反動来ると思ったらやばい、爆心してる、やばいぞこれは。いや、この引きは本当やばいんじゃないですか。ちょっと出落ちとまでいかないけど、出落ちに近い何かになってますよ。まあ嬉しいんですけどね。はい、ってことでロックさせていただきます。やばくないですかこの引き。え、見てください、この引き、え、この引きやばくないですか。え、ちょっと待ってない、口が回らない。もうなんかちょっとびっくりして口が回らないので、ちょっと改めさせてください。ちょっとお茶飲ませてください、すいません。あー、落ち着きました。未所属感が3巻、しかもピックアップ感が3巻ですからね、これはやばいですよ。すごい、なかなかというかめちゃくちゃすごい引きしてますね。あとは、ボークランさん、SR の巻だけですね。すごい、もう SSR 揃っちゃった、10連で揃った、実質11連で SSR が揃うという、なんという出落ち、すごいですね。いや、今のやつずっと見ていたい気持ちにもなりますが、そんなわけにいかないので、じゃあ行きましょう。ここから沼る可能性もあると思うと怖いですね。じゃあ行きましょう。あとボークランさんが出てくれれば終わりですが、どうでしょう。レパルスさん、え、嘘、終わった、嘘でしょ、え、嘘、え、やばくないっすか、え、本当に、え、夢見てんじゃないよね。ちょっと待って、ちょっとこの間ちょっと眼鏡の度数変えたんですよね。ちょっと待ってくださいね、ちょっと目をちょっと一回なんかこすらせてもらって、見ても何回見ても僕らさんですね。はい、変な、なんかなんか一人でね、なんかアホなことやってますけど。終わったー。終わりました。え、何この速さ。過去最大の速さ。まあ、アズルレーンのね、ガチャ自体はそんなにたくさんやってないですが、やばいですね。いや、これは今までで一番の神引きですわ、多分。
多分というかですね、特別検査の時の長戸さんと、あと、長戸さんと天城コンビですかね、あの2人の時も30連ぐらいは引いたと思うので、15連で揃ったって言ったらやばい、神引きすぎていうかすごいね、神引きっていうか神鬼引き、何その造語、よくわかんないこと言ってる私驚きすぎてちょっとわけわかんないこと言ってますね、申し訳ない、ちょっともうこれは低評価の嵐かな、ちょっとやめてください、お願いします、本当に神引きしたのでできれば高評価してください、嬉しい、そうしてくれたらむしろ低評価されちゃうと思うけど、はい、ということで、じゃあ他の缶も見ていきましょう。残りはノブフォークさんで、はい、ペンサコーラさんで、カリフォルニアさんと、はい、以上ですね、揃っちゃったいやー、なんかいろいろと話したいこともあったんですが15連で終わるというね、いやー、前回のミュウヘイソウのガチャがコンプリートまでに115連だったんですよね。まあ、それより早く揃ったら勝ちかなっていうふうに勝手に考えてたんですけど、まあ、今回はちょっとピックアップされてるキャラも多いから、さすがにちょっとそんなうまくいかないよなって言ってたというか考えてたんですけど、そんなことなくあっちゅう間に終わりましたね。よかったです、キューブが温存できました、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。これは次のガチャも引かないといけませんねまあ、私の方では前回のガチャの終わりにも言いましたが、全キャラのコンプリートを目指して引いていこうかなっていう風には今のところは持っていますので、まだまだ私のガチャ動画は続きますが、まあ、今回は大勝ちだったということでよかったです。すごい飯マス動画になっちゃったのは、こう見てくれている方々に本当に申し訳ないんですけど、だけどまあ私がどうにかできるものではないので許してください申し訳ない。まあこれからね、またたくさんガチャを引いていけば、また爆死とか飯馬動画見れると思いますので、よければまた見ていただけたら嬉しいです。はい、まあ今回は結果としては大勝ちだったということで、まあね、まだちょっと前回のミュウヘイソウのガチャの、感染のキャラもまだ全然育てきってないので、ちょっと育ち育成待ちになっちゃうかなとは思うんですけど、早めにちょっとこの子たちも育てられるように、ちょっと育成などもガンガン進めていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。まあ、その他の動画もまた出していこうと思ってますので、よければそちらもご覧になってもらえたら嬉しいです。はい、それではガチャ動画については以上となります。アズレに関する情報をまとめて動画として投稿していきますので、よければチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。